かごかき、新見南吉。月夜の松並木の道で、一人の侍が後ろから走ってきた空のかごに乗せてもらいました。かごは、よいしょよいしょと白い道を一筋に走りました。しばらくすると、後ろのカゴカキが、シッと言いました。すると前のカゴカキも、シッと言いました。カゴの中の侍が、なんだろうと思ってると、今度は、叩き殺そうか、と後ろで言います。すると前の方が、もうしばらく待て、と止めます。中の侍は真っ青になって震い出しました。これはてっきり自分を殺して金を取るのだなと思いました。面倒だ、殺してしまおう、と後ろの方が言いますと、前の方が、もう少し先の崖の上から谷川へ掘り込んでやろう、と言います。さあ大変、臆病な侍はもう歯の根が合いません。カゴはどんどん走りました。しばらくすると谷川の音がドドドドと聞こえてきました。侍は腰から刀をさやぐるみ抜いて下に置き、着物の裾をはしょりました。谷川の音がだんだん近くなってきたところで、突然カゴから飛び出し、風のように速くぐんぐん逃げました。すると、カゴかきの一人が杖を振りながら、おーい、旦那ーと呼びながら追っかけてきます。侍は一生懸命逃げましたが、息が切れたので道端へばったり座ってしまいました。そこへ駆けつけたカゴカキが、旦那、刀を忘れになりました、とカゴの中へ捨ててきた刀を渡しました。拙者を殺すつもりか、と侍はまだ振るっています。カゴカキは、旦那、勘違いですよ。野良犬目がうるさくついてきたので、谷川へ掘り込もうと言ってたんですよ、と言って、はっはっはっと笑いました。